瞬間が悪君の果て静脈を刺さって病弱な愛が飛び出すもんで、レスポンスさえも今日は切り替えてしまいました。好きですか、ここがどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでや、どれも正解というオチでした。本日の主題は無名な僕のこと、家族内不自由ない世間にいたいて、でもどうして僕たちは時々に嫌、毎日悲しいって言うんだ、寂しいって言うんだ。言葉でこの感じが読めますが、あの恋心情は読めますが、その心を暗く染めたのはおいだれなんだよ、おいだれ。その場でこの時期が解けますが、あの子の君の輪も解けますが、僕たちこのままでいいでしたか、おいどうすんだよ、もうどうだっていいよ。どうすんだよ、戻る。